こんにちは、ジュヤです。今回はジャンバーです。でしかも今回は一気に2方紹介したいなと思ってます。なんでよかったら最後まで見てみてください。じゃあ早速なんですけど、まずはこちらです。はい、これ去年も出してたんですけど、おかげさまですごい好評だったんで、ちょっと今年も出します。そうなんすよね。そう、色また増えてるし。そうなんだよね。はい、まあでもここら辺はもう僕らのファッションにはもうちょっと欠かせない不動のアイテム、はいはいはい、って感じですね。定番じゃないですか。そう、もう本当定番なんですけど、はい、去年も結構お問い合わせいただいてたんですけど、ちょっとある程度の時間で完売しちゃったんで、はい、でまあちょっとオンタイムまた間に合わなかったんで、うん、ちょっと1年かかっちゃったんですけど、はい、今年ちょっとこの生地を少し変えて、で色味もちょっと変えてブラッシュアップしました。でまあちょっと着るとこんな感じですね、サイズ感。はいはい、シルエット。はい、商品名言わせてください。あ、そうですね。結構大事なところ。はい、これマックローリークラシックジャンパーです。マックローリークラシックジャンパー、はい、また洒落てますね、名前。かっこいいよね。かっこいい。そうね、去年は、ウェザージャンパーって言ってたんです、はいはい、ウェザーブルドか。そうですね、って言ってたんですけど、まあ去年ウェザーだったんで、今年ちょっとこのマックローリーっていう生地になって、はい、っていう感じです。着るとこんな感じのシルエットです。はい、これも01の2サイズなんですけど、はいはい、これで0ですね。じゃあ結構でかいですよね。そうね、うん、結構まあもう僕らお得意のこのシルエットじゃないですか。確かに。ちょっとこの太めっていう、はいはいはい、で着丈ちょっとこのまあやや、そうですね、短めで、そうなので、このアームも結構あってさ、はいはい、ここも太いし、アームホールも結構太いから。あ、確かにそうですね。そう、実際ね。うん、で背中もこのちょっと丸く膨らみが出て、はいはいはい、でまあこれはここがリブになる、ここだけなんで、ちょっとグッと上がる感じですよね。ちょっとグッと、そう、それがまたね、いいっすね、雰囲気いいね。じゃあさ、そう、そう、もう一回背中いいっすか。このヨークっすかね。あ、ヨーク、この高さがまた、はいはい、ちょっと低めね。いいっすね、はい、いいよね、これグランドジャンバーも一緒ですね。ああ、確かに、こういうちょっと低めのヨークにしてる、はいはいはい、なんかこう抜け感出るんですよね、やっぱり。そうだね、ここね、うん、それがでもいいじゃないか。そうっすね、こういうジャンパー結構もうちょっとスリムなもの多いんだけど、はいはいはい、このぐらいは、うん、結構、まあ、うちのアイテムというかブルゾン結構多いかもね、ジャンパー、ブルゾン。確かにそうですよね、うん、っていう感じですよね。このフロントのタコ糸もまたいいじゃないですか。これここれいいっすよね。あとで言っていいですか。いや、いいよね。そうなの、ここね、なんか雰囲気いいですよね、やっぱ。いや、そうなんだよ、うん、もう逆玉だし、ここも。ああ、そうなんですよね。そう、いいよ、ここ合理的でね、うん、こうやって落ちにくいですよね。そう、落ちにくい。で、最初ちょっと硬いんで、ちょっと手も入れづらいんで、まあまあ、そこは逆に言うと着込んでからっすね。あと、ここにも入ってるし。ああ、そうですね、ここ、これも着込んでくると、ちょっとここがこうグレグレってなると、はいはい、はい、より雰囲気いいんですよ。ちょっと後で言うことなくなってきたよ、だんだん。はい、まあこんな感じのシルエットです。で、これ生地は、はい、マックローリーっていうナイロン100の平織りの生地ですね、はいはい、特徴は、はい、ちょっとこのシャリ感があるんだけど、結構ライトウェイト、はいはいはい、なんで、まあ着やすいですよね。そうですね、はい、これからの時期の春、またいいですね。そうそう、で、これ速乾性も高いんで、はい、まあ、ちょっと軽く汗ばんでもさらっと着れるから、はいはいはい、そういう意味でも着やすいかな、はいはい、で、今時期から本当ちょうどいいんじゃないかな。そうですね。で、最近よくうちでもやる、撥水性もあるんで、あー、まあ、はいはいはい、雨とかも弾くから、ちょっとブラジャンとかでも最近多いっすね。そうそうそう、まあ結構形、まあ、ディテールクラシックなんだけど、はい、そういうのはちょっと取り入れていいかなっていう、うん、はいはいはい、まあでも色ですよ、これ。そうですよね。そのまあテックもテック系もいいんだけど、はい、やっぱこの色が抜群でした、今回。どれもこれいい色してるんですよね。そうなの、今回このなんで色も4色にして、はい、去年まで3色だったんですよ。そうですよね。そう、うん、これはバーガンディと、はい、オリーブとブラック、はいはいはい、だったんですけど、今年この4色で、まあ
まずこのバーガンディ、バーガンディ、はい、はい、これはまあ去年も出してるんですけど、去年のはね、またちょっとバーガンディがまたちょっと違うというか、あ、これ私物なんだけど、そうですね、わかる、この違い出る、違いますね、同じバーガンディですけど、そうそうそう、ちょっとこっち去年の方が赤みが強いというか、はいはいはい、ちょっとブリック系っぽい、確かにそうですね、そう、これもねすごく良かったんですけど、今年のこれはちょっとまたワントーン深いんで、はいはいはい、またこれもこっちもいいですね、うん、渋いと思うよ、去年よりか少しこの微妙な光沢も出るんで、シャリ感というか、はいはいはい、あ、それもって感じかな、まあ、なんでこの違いです、このバーガンディはね、はいはい、何しろ合わせもしやすいし、そうですよね、そう、ボトム選ばないというか、はいはい、ブラックのボトムすごいハマるしさ、これインディゴ系もかなり、そう、シフォンの感じがまたいいんですよ ね、 いいよね、そう、シンプルで、はいはい、こういう色にも、まあここはおすすめかな、なんかこの白 T なんかも結構映えるしね、はいはいはい、渋いっすね、そう、で、次がこれ、まあニューカラーですね、このアンティークブルー、なんとも言えない、これいい色だよね、色にしてますね、そうなんだよ、やっぱこのアンティークなんですよ、はいはいはい、ブルーでもこれなかなかないんじゃないかな、珍しいと思います、確かに、これ大好きだけどね、なんですか、ちょっとグレー入ってるんですか、そうね、ちょっとグレーがかったこのアンティークブルー、ちょっとあのクラシックカーなんかね、あるような色だよね、はいはいはい、ちょっと60年代っぽいっていうか、いい色ですね、そっちもいい色、これも合わせやすいよ、結構あのこういうインディゴにも、インディゴ抜群だしさ、はいはいはい、ブラックのボトルもいいし、そうですね、結構ね、アイボリー系もいいんじゃないですか、それアイボリー系ね、いいですよね、うん、そうね、そう、これもなかなかはいいい色かなと思います、はい、で、次が、この3色目ですね、これ、このピスタチオ、はい、そう、これもね、いい色、すごいいいです、これはちょっとこじゃれてるというか、うん、そうですね、なんか渋いんですけど、そうそうそう、そうなの、でも、おしゃれな、このそうなの、風合いがまたいいっすね、これ淡いグリーンなんだね、やっぱり、はいはいはい、ちょっとグレーかかってる、またベージュともちょっと違うさ、そうですね、やっぱグリーン入ってくるから、はいはい、そう、いいんだよこれ、これもまあ、ピスタチオですね、色味そうだね、ピスタチオって言ってるんですけど、はい、そう、いい色してると思います、まあ春っぽいしね、うん、そうですね、はい、まあ、でもね、ここ、秋に来ててもかっこいいですよ、結構この辺の色、全部わかります、それ、ね、ボトムも結構これ意外に選ばないし、はい、そうですよね、はい、結構まあ黒男好みというか、まあ、はい、おすすめな色で、次がこれですよね、まあこれまあ、ブラックなんだけど、はい、やっぱこのスミクロです、はいはいはい、僕好きなのこのスミクロが、ちょっと何ですか、真っ黒じゃないですよね、真っ黒じゃないでしょ、うん、そうなの、これちょっとねこなれて見えるから、はい、前にあのギャバジンのギャバのあのコートを、はいはいはい、紹介したじゃないですか、はい、あれもやっぱこういうスミクロなんですよ、確かにそうでしたね、そう、これやっぱ雰囲気あっていいと思いますよ、うん、で、まあでもやっぱブラックだから、はい、合わせはもう、ね、そうですね、もう何でも正直まあ何でも、はい、まあ、本当にあっちゃう、外せないですね、ブラックは、そうなんだよね、僕はやっぱ外せない、はい、っていう感じの4色ですね、はい、で結構これあの本当難しいかなと思って選ぶの、どれもいい色すぎて、そうなんです、で、次はこちらです、はい、これはカンガルージャンパーですね、カンガルージャンパーですね、はい、あのまあこれもジャンパーなんですけど、はい、要はあの和製語にはなるんですけどスイムトップ、おー、はいはいはい、これもあのさっきのジャンパーも、はい、僕やっぱこのスイムトップ系って昔から本当大好きなんで、うん、やっぱ外せないんですよ、確かにいいっすよね、いいよね、うん、そうで、やっぱこれってあの海外だと、まあ、アメリカとかだとやっぱみんなジャンパーって呼ぶんで、はいはい、だから僕もこの称号っていうかネーミングではジャンパーって呼んでるんですけど、スイムトップじゃなく、そうそうそう、はいはいはい、そう、みんなジャンパーって呼ぶから、スイムトップって言ってもちょっと、うん、まあ、そうそうそう、通じないから、そう、まあそういう感じなんですけど、はい、着るとこういう感じのシルエットです、これでサイズ0番ですね、
そうだね、はい、2サイズの、下のサイズです。はいはい、これあの見てもらうと分かると思うんですけど、はい、袖とか、はいはい、ここの裾が、あーオールこのゴム、はい、ゴムのリブに、そう、これゴムのリブなんで、はいはい、それもまたいいと思いますよ。確かにあれですね、それでポイントとこうグッて上がる感じが強いですね。そうね、これ本当の1枚仕立てだから、はい、このさ、お後ろも、あ、後ろいいですね、このヨークなしで、はいはいはい、1枚でっていうところも、に膨らみっていうか、で、ここでちょっとグッてなるから、確かにこの膨らみ締めるとさらに丸み出ますね。そうだよね、はい、なんかちょっと冬っぽいですよね。そうね、はい、あの昔のね、そうなんですよ、ちょっとフィフティーズというか、はいはいはい、いやでもかっこいいですね、抜群だよね。はい、このポケットのここか、このカンガルーポケットの、はいはい、ここです。これまたかなり使いやすいかな、これ手がスッと入ってちょうどいいですね。そうなんですよ、それがいいかなと。このネックのここのバックネックですね。そう、ここのアーチなんかもこれかなり意識してるんで、うん、このアーチがあるから、ここがこうちょっと抜けるんですよ、はい、抜きやすい。確かに他のアイテムもそうですよね。そう、まあ全アイテムこれは共通してるんですけど、はいはい、さっきの微妙にね、ここがちょっと曲線がある感じですね。そうそう、で、ここがやっぱりこうやって抜けてくるからさ、はいはい、こう胸でこう着やすいという、雰囲気いいっすね。そう、ちょっとこのパッと引っ掛けるのに最高っていうか、確かに、そう、海行く時なんかかなりいいと思いますけど、めっちゃおしゃれじゃないですか、それおしゃれでしょ。おしゃれですね。そうなの、これとかさ、あの結構ショーツとかでも夏場、あー、はいはいはい、そういいですね、そういう着方も。そう、いいと思います。で、これ生地は、はい、これメンポリなんですよ。はいはい、メンポリのハイデンシティ、高密度、うーん、で、ちょっとこの撥水性もあるんで、これもまた、はいはい、そう、だからそこもいいかなと思う。で、色は今僕着てるこのスモークピンクと、はい、このブラックの2色です。はいはい、このスモークピンクが何とも言えないですね。これいい色だよね。いい色です。そう、これやっぱスモークかかってるから、はい、こう変に可愛すぎなくておしゃれてるんだよね。あー、確かにそうですね。そう、結構着やすい、うん、やっぱプレスリーだからネットリックス見ました。見た自分まだ見てないですよ。見てない、はい、ちょっと最近また見ちゃったから、ちょっとね、やっぱピンクいいなと。あっちはもっとこう、もっとピンクですね。そうそう、もっとピンクなんだけど、そうだ、いいっすよ、この色、うん、はい、で、これ、はい、ポイントはね、この襟にこれ、台襟ついてるんですよ。おー、はいはいはい、ここに。確かにそうですね。そう、だからね、もちろんこういう、今僕着てる T シャツなんかも合うんですけど、はい、なんかちょっとシャツ着た時なんかも、あー、合いそうですね。合うんだよね。そう、さっきのあのジャンバー、はいはい、あっちはあれ台襟がないんで、うんうんうん、もっと襟がこうペタッと寝てくるんだけど、はい、やや広がってる感じでしたよね。そうそうそう、これはこれでまたいいんですよ。これ台襟ないんで、あ、結構違うよね、見え方が。比べるとそうですね。だから、まあこれはこれでいいし、はい、もうね、ほんと選べないんですよ。いや、まあそうですね、確かに。だから2型出したんですけど、はいはいはい、グラチャ入れたら3型ですよ。そうなんだよね。そうですよ、まあ、なんで今回この春、まあ、このライトアウター以上この3型ですね、グランドジャンパーと。これでもね、どれも違うから、どれもいいです。そうなん、いいと思います、はい、もう形も生地も違うし、うん、でここちょっとね、はいはい、見てもらいたいんですけど、はい、ジャンパーによって全部このスライダーも変えたんで、はいはいはい、それもね、これこのグランドジャンバーにはちょっと広がって感じですね。そうそう、ちょっと大きめのね、はいはい、これやっぱちょっとワークというかさ、うんうん、スポーツというか、ダックと一緒です、はいはいはい、ちょっとこういうねスライダーにして、で、このクラシックジャンバー、これは、はい、逆にこのドストレート、あ、ちょっと普通、シンプルな、あえてこのめっちゃ普通なのがいい、はいはいはい、それで、これは、はい、カンガルーはこのちょっとこの剣先というか剣の、これあれですね、地圧と一緒ですね。あ、そうそうそう、ちょっと洒落てるよね。確かに、洒落。そうなんですよ、3つとも違いますね、また。そう、結構ね、僕的にこのスライダー合う合わないって大事だと思ってて、はいはい、割とここの、結構この色があれとかさ、うん、形がうーんっていうのもあるんで、はいはい、だから、まあ結構今回このスライダーもこだわったから、まあどれとってもバランスいいんじゃないかなと思います。
あ、今期はこの春のライトアウトはこの3方なんですけど、はい、まあ、これまたどれもちょっと違った良さがあるんで、はいはいはい、まあ、クラシックだし、うん、でやっぱりこのなんだろう時代とか、まあ、流行り廃りというよりかはやっぱこう普遍的な結構メンズ服だと思うんで、あ、確かにそうかもしれないですね。ね、うん、そうだから、まあ、でも普段僕らがこう提案するファッションがそもそもそういう感じなんですけど、はいはい、まあ、特にこういうライトアウターっていうのはなんか1、2枚持ってても結構こうコーデの幅も広がるから、うん、そうですね、いいな、はい、なんでおすすめです。俺なんか本当こういう服ばっかりクローゼットしてるの結構着てますよね。でしょ、はい、まあ、結構普段ねやっぱこう革ジャンとかが好きなんでよく着るんですけど、あったかくなってくるとだんだんこういうジャンバーとかちょっとスイングトップとか、ね、ちょっとライトに軽くなってきますね。ちょっとシフトしてくんだよね。はいはいはい、はい、でも雰囲気似てるんですよねやっぱ。そうかもね、はい、フィットっていうかサイズ感とか、はいはいはい、抜け感とかね、うん、確かに。これもショップも並んでますし、オンラインの方も準備できたんで、ぜひそっちもチェックしてみてください。じゃあ今日も最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。